今日はキュウリのご説明以降の管理を紹介したいと思います。前回のご説明までの作業の動画は下の概要欄に貼っておきます。じゃあちょっと作業の方入りたいと思います。では仕立て方を紹介していきたいと思います。まず6段目、これがちょうど1枚2枚3枚4枚5枚目、前回でご説明までの脇芽は取りました。今回ちょっと見やすいように全部葉っぱを取ってますが、次6枚目以降の仕立て方を紹介したいと思います。6節目以降は葉っぱが出て、ここにメインの親づるがあります。このようにあります。そして脇芽、子づるですね、子づるがこのように出てきます。10節目までの間は子づる1つに対してキュウリ1個を取るようにします。そうすることで長く収穫することができます。まずこの子づるが伸びてきました。で、葉っぱがここにあります。葉っぱが出て子づるの間にキュウリができます。葉っぱと子づるの間にキュウリが出るような特性があります。なのでここも子づるから葉っぱが出て2個目のキュウリがあります。かわいそうですけど、初めの間はこの葉っぱとキュウリ1つをのけてここで切り取ります。この新先を摘み取るようにします。2個目のキュウリもかわいそうですが、今後の生育のために摘み取ります。この後ろにあるキュウリは親づるから出てるキュウリです。これは生かしておきます。親づるから葉っぱが出て脇芽、子づるが出てきます。子づるが出てくると、そこの葉っぱ1枚とキュウリ1個を残して、この新先を摘み取ります。次7節目いきたいと思います。これがメインの親の株です。ちょっと分かりづらいんで後ろ行きましょうか。さっきのがここの6節目、葉っぱ1枚とキュウリを残して摘み取りました。7節目はこれがメインの親のつるです。で、葉っぱが出てきて子づるが出てきます。このキュウリはこの親づるから出てるキュウリなので残します。で、7節目の新先がここにあります。これを摘心します。このように伸びすぎないうちに、早めに取るようにしてください。キュウリの特性は葉っぱとこの子づるの間の節にできる特性があります。なのでここも葉っぱがあって子づるがあってキュウリがあります。この2つ目もこの葉っぱがあってこの新先があります。葉っぱがあって新先があって2つ目のキュウリがあります。これはかわいそうですけど取るようにします。なので葉っぱ1枚とキュウリ1つを残してここで摘心します。これが子づるが成長している新先です。今6節目後ろの7節目を取りました。次8節目、8節目がこちらです。これも親づるから出てるキュウリ1つは残します。で、そこから葉っぱ1枚が出て、このちっちゃい子づるから出てるこの葉っぱ1枚があります。葉っぱ1枚があるとその子づるの節にこのキュウリがあります。こんな感じでキュウリがなるようになります。この新先を摘み取ります。このぐらいの大きさで早めに摘み取ることが大切です。親づるがあって8節目の葉っぱがあります。そこの節から子づる、脇芽ですね、子づるが伸びてきます。で、1枚の葉っぱがあるとそこから1つのキュウリがなります。なのでこの上の新先を摘心するようにします。葉っぱ1枚とキュウリを残してここを摘み取ります。これが新先です。9節目もこれがメインの親づるです。そして葉っぱが1枚ここにあります。これは親づるからなってるキュウリです。で、そこから
このように葉っぱと親づるの間に子づるが出てきます。で、子づるが出てきたらその1枚目の葉っぱのところにこのキュウリができます。キュウリの特性はこの節ごとになるのがキュウリの特性です。なのでこの子づるから出てる葉っぱ1枚、これですね、葉っぱ1枚とキュウリ1つを残してこの新先を摘心します。今の段階で6段目の親からなっているキュウリと葉っぱ1枚、キュウリを残して6、7、8、9、9段目まで来ました。次は10節目をやりたいと思います。10節目もこの親づるが出て葉っぱがあって、そこから子づる、脇芽が出てきます。この裏に親づるのちっちゃなキュウリがあります。この親づるのキュウリは残します。この親づると葉っぱの間に子づるが出てきます。すると1枚の葉っぱがあって1つのキュウリが出ます。その上の新先を摘み取ります。これが10節目までのやり方です。葉っぱ1枚とキュウリ1個を残して摘心しました。で、次にこっからこの子づるから、この今ちっちゃいんですけど、このように孫づるというのが出てきます。ほんとちっちゃいこんなやつです。これが成長するとこのようになります。さっきの摘み取ったやつですが、このような感じでまた孫づるが生えてきます。孫づるがまた生えてきたら、それを生かしてこうつながってます。それを生かして葉っぱ1枚、キュウリ1つを残してまた孫づるの先端を摘み取ります。このようにして6節目、7節目、8節目、9節目、10節目まで葉っぱ1枚とキュウリを残してこのように摘心します。するとこの節から新しくまた、まあちっちゃいですが孫づるというのが出てきます。孫づるがこのようにできます。孫づるが伸びてきたら、その節に葉っぱ1枚とキュウリが1つできます。で、できたらその新先のこのここを摘み取ります。孫づるも葉っぱ1枚とキュウリ1個を残して10節目まではやっていきます。もう一つやりたいと思います。これも同じように1、2、3、4、5節目までの葉っぱはちょっと分かりやすいように切ってます。これがメインの親づるです。これが葉っぱと親づるから出てる脇芽、子づるです。子づるの葉っぱ1枚とこのなっているキュウリ1つを残して摘み取ります。このように大きくなる前に摘み取るようにしてください。7節目もこれがメインの親づるです。で、親づるから葉っぱが出て、ここにも親づるのキュウリが1本なってます。これはそのまま置いて収穫します。親づるがあって、葉っぱがあって、脇芽が出てきます。子づるが出てきたら、ここにある葉っぱ1枚、子づるの葉っぱ1枚とキュウリ1つ、このキュウリ1つを残してその上を摘心します。これが子づるの新先です。これで芯を止めます。8節目いきます。これが親づるです。で、そこから後ろに葉っぱが出てます。葉っぱがあって、そこから脇芽が出てきます。それでここの葉っぱ1枚とキュウリ1つを残してここを摘心します。9節目も親づるがあって、親づるから葉っぱが出てます。その節から、これは親づるのキュウリ、これは残してください。親づると1枚の葉っぱの節から子づるが出てきます。子づるの葉っぱ1枚、この葉っぱですね、この葉っぱ1枚とキュウリ1つを残してここを摘心します。最後10節目、10節目もメインの親づるがあります。で、親づるから出てる葉っぱがこれです。これが
わらず枯れている葉っぱ、10節目の葉っぱです。この10節目の葉っぱから親づると葉っぱから出ている子づるの、これは親づるのキュウリなどで生かします。この親づると葉っぱがあって、そこから子づるが出てきて、子づるが出てきている葉っぱ1枚と、この葉っぱ1枚とキュウリ1つを残して、そこを摘心します。このように摘心したら、この節に孫づるというのが出てきます。このように孫づるが出てきたら、同じようにこの孫づるの葉っぱ1枚とキュウリここ1つを残して、ここの芯を止めます。このようにして10節目までは管理してください。10段目以降の管理はまた動画で上げたいと思います。下手くそですが、ちょっと絵で説明したいと思います。これがメインの親づるになります。黒い部分がメインの親づるです。今日行った作業は、まずこれが親づるの葉っぱです。で、これが親づるからなってるキュウリです。これは普通に育てて収穫してもらって構わないです。親の葉っぱと親づるから、このように脇芽、子づるが出てきます。6節目から10節目は、この子づるを葉っぱ1枚残して、その後の子づるの先端を摘心します。葉っぱ1枚残して、ここになるピンク色になって、今ピンク色で描いてるんですけど、このキュウリを収穫します。7節目も同じように脇芽が出てきます。葉っぱの節からキュウリが出てくるので、1枚の葉を残して、それ以降の子づるの新先を摘んで摘心します。6節目、7節目、8節目、9節目、10節目は同じように子づるの葉っぱ1枚とキュウリを1つ残して、子づるの先端を摘心するようにします。次に孫づるの話ですが、これが親のつるです。黒いのが、で、これが親から出てる葉っぱです。で、子づるの葉っぱがあって、ここを葉っぱ1枚残して、ここを摘心しました。葉っぱ1枚とキュウリを残して、この子づるの先端を摘心します。摘心したら、またその節からこのように今茶色で描いてるんですけど、孫づるというのが出てきます。孫づるも同じように、今水色で描いてるんですけど、分かりやすいように、孫づるも葉っぱ1枚とその節になるキュウリ1つを残して、孫づるの新先を摘みます。摘心してもらって、葉っぱ1枚残してキュウリ1個を収穫していきます。こちらで言うと、親のづるがこの黒い部分になります。親づると親づるから出てる葉っぱから子づるが出てきます。子づるが出てきて、葉っぱ1枚とその節にキュウリがなります。この子づるの先端を摘心してもらって、葉っぱ1枚とキュウリ1つを残して収穫します。またその節から孫づるというのが、このように茶色に描いてるんですけど、出てきます。この孫づるの葉っぱがこの水色です。孫づるも同じように、一つの葉っぱとキュウリを一つを残して、その孫づるの先を摘心します。このように6節目から10節目までを整理することによって、長くたくさん収穫することができるんで、よかったら参考程度にやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また会いましょう。